結構入ってますね。結構入ってるね。ちょっとおじさん取材してこよう。わー、撮れてる撮れてる。うわ、すげえ。朝何時からですか、これで。5時から。何匹ぐらい。いつもの半分だそうです。朝5時からで、いつもの半分。多いから、なんでなんだよね。じゃあ明日あたりになればもうちょっといいかな。いやー、減らないと。はい、こんにちは、リバシチャンネルです。久しぶりの投稿ですね。今日は大芦川の解禁日の方に来てます。一昨日ですね、雨が降ったので水量がちょっと高めですね。これがですね、どういう風に釣果に影響出るのか検証してみたいと思います。それじゃあまた。全然ダメ。全然釣れません。1匹1匹ダメだって言います。こっちの方が40匹、右の方40匹、赤い方が1匹という。え、そこ、そっちの開きの方行かないでこっちに来たんですか。ここに固まってたの。もうほとんど釣れないの。ああ。水多いから、こういうトロッコに入ったんだよね。じゃあそこで釣れればそれなりに。うん。釣れてない？10匹。流れがあるんで釣りにくい感じですね。あのおじさんで10匹って感じ。ここはちょっと釣りにくいですね。この流れだと。あとはもう流れが緩やかんとこじゃないと釣れない。釣れないですね。釣れないですね。釣れないですね。早いとこだと全然ダメっすね。場所変えていくんですか、これから。いや、とりあえずもう今日やんないです。もったいない。4000円じゃないですか今日。あとは夕方。あ、今10時半なんですが、釣り人がいません。ここで30ぐらいってことですね。ここ14号。14号。ここで釣ったんですか全部。あの溜まってるとこ。あの溜まってるとこ。場所、そこダメですか。その開きダメですか。いるんですけど、同じ先の2階からしました。ここでは釣れたんですか。2匹。やっぱり皆さん、あの溜まってる場所は皆さん知ってるんですけど、釣れるのが。でそこで人が多いので下に移動とかしてるみたいですね。すいません、取らせていただきました。またじゃあ1週間以内にあげますんで。はい、よろしくです。ありがとうございます。いい方ですね。30近いかも。30近いです。またいいっすよね、やっぱり。うん、今回は本当に食べ頃サイズしか釣れないから、今日は天然が1匹その下で出ただけで、あとはみんなこのサイズ。朝どのぐらい釣れました。30、40ぐらいで、その後7時、8時ぐらいになって落ち着いてくるから。落ち着いちゃった感じ。それでも今日はちょこちょこ当たってるかも。20から25ぐらいが多いですかね。20から25。イワナも結構入ってますね。あ、イワナ入ってる。入ってる。1割ぐらいイワナって言ってたかな。
だよ。デビューじゃん。はい、ありがとうございます。はい、30。よかった。今のパン。これね、イワナも。イワナ。ああ、イワナ1割。イワナ1割って言うけど、まだ 2,3 匹しか釣れてないかな。形いいっすね。硬いですね、今日は。あ、すいません、ありがとうございます。はい。はい、今日こんだけ釣れてんだから、もうだいたい、落ち着いてきましたよね。水量的には。動きは止まったんですけども、まあそれなりに釣れてますね。よかった。いい方だったな今。黄色いやつ。黄色いやつ。これ貴重ですよね。これすごく強いです。なかなか釣るの大変。今時。はい、ありがとうございました。来た。ちっちゃいな。寂しいわ。ちっちゃいわ。ちっちゃいけど尻尾きれい。で、今日の調子は？ダメ。全然ダメ。はい。朝ここでやってたんですか？そうです。この辺でやってて。釣果は？10匹ぐらい。場所でも移動できないでしょ。そうですね。今日はこれで終わりです。で、ちなみにあゆ釣りはどこ？鬼怒川と鬼怒川は半日で30。じゃあまたあの中川だけ直します。それ相手よかったです。すみません、はい、頑張ってください。はい、はい、今年は釣れなかったということで。今年は釣れない。バラシは約半分時期はバラシ、あの流れが強いところを引っ張ってくるから口が切れてみんなバレちゃうの。もう20以上はみんながバレちゃってるから。流れ早いから。そう、口が切れちゃう。今日は多分みんな釣ってもいいとこに釣った人で20匹がいいとこじゃないですか。13匹、13を。バラさなきゃ20いきましたね。全然良くない。全然良くない。朝からね、今年は魚釣れないんだよね。しんな、強風で鬼怒川が全滅だし。鬼怒川全滅。全滅。え、鬼怒川はダメですか？ダメです。人も多いし、魚も散ってるし、釣れないですね。どこも。鬼怒川の釣果は抜けはしてる。でも一番今日悪いでしょ。悪いですね。あのポイントが絞れないっていうか水が多くて。これで20ぐらいですか？いや、そんなにはいないでしょ。なんかね、いつだっけ、おとといか相当降ったらしいんで。そう、降りましたね。僕は練馬の田舎から来てる。でもまあ、皆さんで仲間同士で釣りするの楽しいですよね。2時ぐらい？はい、ありがとうございます。はい、ちょっと足元ちょっとこれかっこいいな、これ突然釣れたって感じですよね。もう帰った方もいるとは思うんですけど、やっぱりちょっとお客さんが少ないですね。50ちょっとぐらい。
せるね、やっぱり釣れた。小さい小さい。あ、はい、OK です。あとは夕方ぐらい。朝一でみんな。いくつですか？9時です。9時。いいね。